いざその吊る橋を取ってその壁をぶっ壊そう。走り出せ。レシェバ皆さんおはようございます。本日に紹介したいのはこの壁を潰そう。僕はこちらのチャンネルだいたい大陸保障対策、大麻対策、いろんなものをシェアしますね。もしよかったら高評価、登録、友達、ワンちゃんとネンチにもシェアしてください。続いて日曜日アップロードしますのでよろしくお願いします。では参りましょう。アレクスの部屋、あなたは現在他の人の約束を守っていますか？守っているね。どうして他の人の約束を守ってるかというと、まあそうしないと自分はクズ人間になって、自分は自分の面をね、お前はもう死んでいる顔を失ったりしますからね。それはあまり良くないだと思います。どちらかというと我々はだいたい他の人の約束をすごく守ってるのに、あるものと約束をずっと破ってるのはそれは自分自身である。実際には我々はゆりかごから墓場まで一番ずっといられるのは自分自身だから、そしてその約束の破りを自分に対してのずっと重ねるにつけ、それがいろんな問題が現れてくる。その中では自己肯定感がすごく低くて、自尊心が低くて、自信がないなど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 が現れてくる。だがもしあなたは現在とか、そして成功中の成功者を見たら、大物の達成者を見たら、彼らは何が共通するかというと、その共通点は彼らの自身は本当にもうチタニウムみたいにすっごくもう誰でも破らないやつ、本当に硬い、その自身は自身が硬いからいくら失敗してもやめない、貫く。こういう行動はどうやって我々は引っ張れるようになるかというと、みんなにあることを伝えたいと思います。1番、最初はあなたは瞑想した上で、例えば自分の体の部分はだんだん下からの水が流れてくる。最初はね、自分のソールのあたりね、足のあたりで、ふくらはぎのあたり、またはこうだんだん上上上上、そして自分の体の自身がそのね、全身、ね、頭も含んで全身は全てはその中に入る。次のステップは、まあ、それまだ一番ですけれどもね、今の色の、 あの低いのベータステータスから何がになるかというと、最初はアルファステータスとシータステータス、ステータスに入れなければならない。どうやって我々するかというと、最初は自分のこう今の水がね、今体に溢れてるんですけれども、それがだんだん自分の部屋が溢れてるというのは、そして自分がこの部屋はどんなものが溢れてるかって、自分の注目は体じゃなくて部屋に移すということですね。でそこでは我々はその部屋上でいるから自分を客観的に見えるだけというのは、でそこでだんだんこの部屋から時間から離れて、体時間と部屋空間から離れた我々はだんだんそのステータステータスに入る。ステータステータスというのは どうやって我々に入るかというと、これは前にも言った瞑想。2番目は熟睡するときに、普通の睡眠ではなくて本当に熟睡とするときにそのステータステータスに入るというのはね、まあ瞑想、熟睡と、またはもしこう瞑想じゃなくて催眠術とかね、催眠術をかけたら、まあ、そこにまあ入れるというのは、まあ、大体そこからいろんなアファメーションとか頭脳の操りはできるから、まあ、みんなはそれ使ってるというのはね。2番目はそのそこに入ったら、そのセータステータスに1回に入ったら、自分の上の自分、自分のハイアーセルフと会うというのは、自分の心と聞く、自分のハイアーセルフとかを会う。でそこでは何が聞くかというと、現在自分の成長に一番妨げてるものは何と聞く。それを聞いたら、その質問をもらったら、3番目はそれをとにかく
今のやったことを継続する。毎日じゃなくても、でも毎日は一番ベストだと思います。どちらかというと、そのだんだん毎日とやると、その確信が出る、確信が出るからこそ自信につながる、自信が行動につながる、行動は成功につながるという。リカップ、どうやって我々は自分に対して嘘を作るというの壁を破れるようになるかというと、1番、瞑想に入って今のベータステータスからアルファステータスと、もしかしてシータステータスに入るというのがポイントです。2番目は、そのベータステータスに入ったら、瞑想中で自分を一番の妨げているものを、自分のハイアーセルフを聞き出す。3番目はそれを継続するということですね。ルシェルの皆さん、僕はこちらの動画すぐに勝負しますので、もしよかったら高評価、登録、友達とコメント、ワンチャとニャチもシェアしてください。次の動画なんですけれども、笑いはあなたを救うというのは、どうやって笑いは我々はより、あの人生をもっと輝かせてするというのは、みんなにちゃんとその笑いセラピーをシェアしたいと思います。それをぜひご覧やってください。本日の質問は、現在のあなたは一番に嘘ついてるも何と下に書いてください。僕はこちらのチャンネルだって、対人恐怖症対策、怠慢対策、いろんな LOA とか、または NLP とか、いろんなものをみんなにシェアしますね。もしよかったら、その間この2つ動画をご覧ください。最初、グー、じゃんけんぽん。チョキでした。グーでした人、お勝ちだよ。明日は日になるよ。